皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですねやっていくのがヤバいキャラを育成し始めちゃいました。ちょっとね言ってしまったら犯罪級のキャラをね育成し始めちゃいました。こちらです。メデューサ、団子が HP 攻撃フルです。そして、防御力だけは、団子振ってなくて底力はまだゼロではありますが、アビーチはついてます。金バッチも持ってます。今回引いてますね。で、もちろん西バッチも狙います。やばいんですよ、このキャラが。これをね、見せられたらいいかなと思います。まあ、メデューかマメか迷ったんですよね。で、メデューマメどっちやろうかなって迷った結果、まあ、マーメイドはね、そもそものメダル装備が作られてなかったんで、ああ、じゃあもうメデューサにするかって言って、今回ね、メデューを育成することにしました。はい。ただね、なんでさ、こうやってさ、じゃあ今回はメデューサの動画にしようってさ、始めるとさ、こういうなんか、フェアリーとか出てきちゃうの？フェアリー倒して。あ、届かない。即死入ってくる。倒してる。素晴らしい。そこも倒してほしいけど、飛べば？飛ばなくても倒せる。ただ3吸ってますね、やつ。ちょっとまずいね。メデューサ固めて。固めたけど、倒せてない。しかもなんならきついね、これ、だいぶ。さあ、だいぶきついぞと。レドラ行こう。だいぶきついんで、壁張ってあげながら、レドラ。OK？ さあ、来たぞ、ゴーレムガール。したら、もう、行こうか。ほら、固めちまえよ、もう。固める意味がなかった気がする。フェアリーのせいで全然何もできねえ。固めた。そういうことよな。うお、そういうことよ。フェアリーのせいで戦いづらいね、とても。ただこっちとらミノタウルスなんで、中型なんかねボコボコなんですわ。取れ取れ、なんなら固めちまえ。はい、オッケー。落城しかない、落城しか。落城狙ってくれ。そうだ、もう前しか見えないな、これはな。前できるだろう、多分。どうだろう、いけないかな。前しか見てないんだけど、いけると思ったんだけど、前。火力で押し切って、なんなら落城して、いけると思ってる、落城。素晴らしい。はい、というわけで、完全勝利ですと。フェアリー引かれたのちょっと焦ったけどね。メデューサの動画1戦目からフェアリー引かれるって結構びっくりだよね。はい、それではね、2戦目やっていきます、2戦目。もうメデューね、とりあえず今金バッジも持ってるんですけど、まあ、金バッジの動画っていうわけではないので、はい。普通にね、メデューサで頑張れたらいいかなって感じ。でね、メデューサが、間違いじゃなければなんですけど、金引いちゃったけど、まあ、でももうちょっと回すか、さすがに。もうちょい回そう。いやー、もうちょい。あ、もう行くか。間違いじゃなければなんですけど、確かね、底力 9% じゃなかったっけ、メデューサって。気のせいかな。いや、気のせいの可能性もあるんだけどさ。いや、9% だった気がするんだけどな、メデューサ。ステアップの数値が。まあ、とりあえず行きましょうか。今回、虹ゴース引いてるね。なんなら、虹ゴーストの、うわ、またさっきいるわ。でもね、これね、虹ゴーストで、壁張ってからの、メデューサで、スイスクシ無効化して、固める。そういうことができる。素晴らしい。ここも、なんなら、まあ、あれは入ってるけど、ただ倒せるよ、それ。倒した、オッケー。もう一回ね、スキル止めてもいいんだけどね、ゴースト。きついかな。いや、ここも一体ゴーストいくか。まだいいって思ってる。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。サキュバスこれでやれるのでかくない？普通に。これ目で届くかな。固めて。固まってない。固まってないし、なんならミスってるね、位置が。ただもうこれでいこうか。パピオンでチームメーター行って。さあ、固めてもらって、削ってもらって、さあ、攻めて攻めて。で、パピオンがいるんで、この後ね、パピオンが進化するんで、孵化されて、
さあ、OK。こうなるよね。あ、そっち来ちゃう。なるほどね。うわ、ワンパンだ。でもそれはしょうがないんだ。みんな揃ってないから。ちょっと困るけどね、ワンパン。うわお。さあ、来たのはまさかのそのキャラですか。そうなったらどうしようかな。ミノ行くかも。さあ、来たぞ。このミノが、ぶち抜いてくれれば解決、とりあえず。あとは、アマゾネスがどこまで頑張れるか。一発 ?OK。からのスキル OK。さあ、行こうか。さあ、ダメージをね。ミノ全然スキル足らんやん。ほんとやっぱ、うちのミノって全然足らんよな。いつも思うけど。干渉は無理かな。ただね、今、サッキュバスに対してもメデューサ取ったの見たと思うんですけど、あんな感じでね、吸い尽くしをさせなければ、まあ、石化でボコボコにすることもできるんだよっていうところがね、見せられたかなと思います。というわけで、点差勝利ですね。はい、メデューサでした。次行きましょう。はい、それではね、3戦目やっていきたいと思います。で、先に、コメントへの返信といいますか、おそらく来るであろうコメントに対してのね、返信。メデューサとマーメイドどっち育てればいいですかみたいな。どっちの方が強いですかみたいな多分コメントがあると思うんですよ。なので先に言っておきます、この動画内で。マジでどっちでもいいです。それぞれね、長所があります。それぞれの。まず、マーメイドの話をするならば、マーメイドはメデューサよりも攻撃範囲が上下に広いです。すごい使いやすいですね。その部分に関しては。で、睡眠が一回入ったら、攻撃が当たるまでは、永久睡眠です。その代わり攻撃が当たった場合、確率で起きます。まあ、ただスキル11であればね、そんなに起きないですけど、確率で起きます。はい。ほぼ起きないですけどね。ただ、石化に関しては、確率関係なく、石化入ったら絶対に動きません。その代わり、時間があります。石化が溶ける時間が決まってますんで、その時間になりましたら、溶けます。って感じですね。わお、マジか。それ、すごいめんどくさいキャラだな。はい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 。で、ワンパンにされていく。よろしくない展開ではありますが、スキルを？そういうことよね。見られた、そういうこと。そういうことよ。で、石化は時間で溶けるんですけど、時間が切れるまでは溶けません。それが石化の強いところ。です。はい。さあ、パンダがね、今回手札的に苦手なんですよね。なんですけど、ここからね、さあ、いいぞ。いよいよ。これ多分一発じゃないかな、スキル。どん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 で。あ、一発ではないんだ。レードはさすがに耐久したかいね。さあ、また、トン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 入れて。で、呪いを？呪いは入らない。入った。一発欲しかったけど、しょうがなしか。そう、時間切れまではね、もうずっと石化するっていう特徴なんで、そう、ここね、打たなかったのもあれなんですけど、スキルを打ってほしい。 OK。 はい、まあ倒したけどって感じですね。この先に行けないですね、今回これ。まあしょうがない。これは多分ゴーレムガール固めてくれましたね。それはとてもありがたい。取りました。まあ無理なんですけども、はい。まあ、次行きましょうか。はい、それでね、まあ、さっきの話の続きなんですけど、メデューサの石化はもう時間が決まっていて、その時間が固まってますと。で、もちろんね、上書きも可能ですと。そして、マーメイドに関しては、一度寝たらね、触るまでは絶対起きなくて、触ったら低確率で起きる。スキルレベルが高ければ高いほど起きないと言ったわけですね。で、それはいいとして、それプラスね、それぞれのキャラに攻撃範囲が違います。特にマーメイドに関しては、上下に攻撃範囲が拡張されてます。なので、メデューサよりも圧倒的に攻撃を当てやすいです。ただし、豆でしかね、豆の睡眠が有効だけど、メデューの石化が、全然有効ではないキャラがいたりとか、あ、大型来なかった。
豆の、睡眠が全然効かないけど、向こうだけどメディの石化は効くよみたいなキャラはいたりとかします。そこでやっぱ違いがあるかなって感じ。例えば魔導騎兵とかね、ロボとかそういうロボット系のタイプは、まあでもロボが睡眠効くのかな、わかんないんだけど、覚えてないんだけど、魔導とロボに関しては睡眠無効です。で石化はゴリゴリ効きます。なのでそういうとこで、まあ、石化をね狙っていくっていうのも一つの間だと思ってます。ああこれだるいね、どうしようか、これだいぶやばい。あ親心でもレベル低いぞ、低くても火力高えなあいつ。はい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 、なるほど。さあブラドラとアマゾネスで押しに行ってスキルでどんどんと行きたいところなんですけど、なかなかスキルを打ったね。オッケーオッケーよ。ただもう一体いるんだよね、もう一体の型をしっかりとメディで固めたい。固められなければ、あいいね、やれそうな雰囲気。これも固めちゃおうぜ、全部固めちゃおう全部。そうだこれいったんじゃない。でこれもし万が一大型横やってきてもメデューサで固めて終わらせる。ああもう別に出さなくてよかったなこれ。でも出したけど勝ったわこれそうこれね上書きするんですよ石化。今これミスってなったら上書きできてないんですけど、ミスならなければ今1回なってますね、なってない時は上書きできてます。なんでメデューだけで倒せます。これね、これがやばい。で多分なんですけど、おそらくメデューサの方が火力高いです、マーメイドよりも。はい、その代わりマメの方が射角が広い、攻撃範囲が広いです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ねメデューサやっていきました。まあ今ね魔導環境というのもありますが、まあ、単純にね今回メデューかマメかで個人的にはねマーメイド気になったんですよ。でもメデューサを育てました。まあその理由がマーメイドはメダル装備1個も作ってなくて、メデューサはね、もともと30フルだったんで、まあ、メデューサやっちゃおうかなって感じでメデューサを育成しました。はい。まあ、まだ途中ですけどね、底力も振らないといけない。底力 9% だろうね、この数字、この幅だったらおそらく。で、それプラス、団子も夜も振らないといけないし、まあ、いろいろとまだあります。アビザーも作って、虹バッジも欲しいし、まあ、いろいろありますが、はい。ゆっくり育成したいと思います。さっきのね、感じね、裏引きのこの捨ての、状態であっても、バッジなくても、あんだけメディサ頑張れるんで、まあ、ものすごい強いと思います。まあ、注意すべきはリスとか、フェアリーとか、ヌボボとか、グリドラとかね、回復系は、まあ、天敵なんで、そこだけは注意かなと思いますが、はい。使いやすい、もうめちゃめちゃ、やばいというか、めちゃめちゃ、強烈な、ニコスト状態上でございます。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。